皆さんこんにちは、週刊ファミ通の北口とホニフンでございます。この配信は私週刊ファミ通の北口とホニフンが最新のゲームをプレイしていくという配信になりまして、今回は NIO2 をお届けいたします。よろしくお願いいたします。今回も私の自宅から配信してるんですけれども、マイクの音量がですね、マイク自体で調節できるっていうことを知りまして、幾分話し声がでかくなってるんじゃないかと思っております。こんにちは。さあ、というわけで今日はですね、前回の続き、前回自体がすでに最初からじゃないんですけど、このなんだカゴって音読みなんだ、この、浅井長政と戦うっぽいシナリオをやっていきましょう。よし。主人公は、まあ、信長側、織田信長側なんですね。秀吉のという二人組コンビの片割れなんで、だ浅井長政、義理の弟の浅井長政を討ちに行くという。こんにちは。老中、ああ、確かに、籠って老って読むか。そうですね、浅井攻めのシナリオでございます。今、アムリタが6万あるんで、これ使い切りたいな。10万。11万になっちゃうけど、これで使っちゃうか。芯と義を集中的に上げてるんで、まあ、芯、義、それから銃あたりを上げて行きたいですね。これはどっち、こっちも、ああ、どっちもいける、どっちもいけるの一番嫌だよね。あ、でも上はアイテムちょっとあるぐらいか。あ、恩恵ポイント貯まった。あ、こんにちは。使っていこう。恩恵ポイント何に使うかいつも迷うよな。崩壊技のダメージいる？対常世、対常世じゃない。玉城トロップ率とか獲得は無理だとか、結局そういうのを上げたいよね。おセガサタン2期久しぶりね。常闇いいっすよね。妖力加算量は欲しい。この辺はなんか俺いらない気がする。忍術、術力は別にいらねえんだよな。すいません。体力は欲しい。装備品ドロップ率も欲しい。気力回復速度も欲しい。これ全部欲しいんだよな。陰陽術の実力もそんなにはいらない。長政はね、信長の義理の妹のお市の方と結婚しております。児玉感知あるね。 OK。 気力とか運とかドル率、あ、これでも入ってる。あれだな、咳払いとかするときは配信ソフト側でミュートにした方がいいんだな。こっち開くのか。開かない。敵感知もあるんで、いるだろ、ここに。ニオンはね、大体こうやって無防備に精見せてるやつの近くに敵いますから。負けない。あ、
ゲップかと思った。ゲップではないです。だから、もともと、なんか鼻炎持ちで、あんまり鼻とか喉とか良くないんですけど、喉にこう、痰絡みがちなんですよね。だって話す人としては致命的なんじゃないかっていう説あります。ここ初見苦労した。こっちも目の前に敵がいる。なんだ？どこだ？うわー、最悪だよ。最悪だけど、なんか、できんだな。おお、どこから何飛んできてんの、これ。ちょっと待って。ゲド兵、あ、この左奥のゲド兵見えるかな？おお、ミサイル飛んできてんだけど。あそこ、あれか。やばいやばい。こっちから行くなと言ってる。こんにちは、ファミ通と聞いて。あ、そうです。ファミ通の配信です。よろしければぜひチャンネル登録とかしていただけると。最近チャンネル登録者数もね、ちょっと、鈍化してきてるんで、成長が。ああ、雲だ。雲の面だ。前作だと雲の面はね、松永久秀のところでしたけど。いた！お前か。あ、いた！足元に。おお。こんにちは。軽装なんで、ちょっとでも体力減ってると致命傷になる。間違えた。あのおじさん倒したい。お？一発やられないの？遠い距離が遠いからか？なんかあっちにいるよな。おお、この下にいるよ。ぬ。オキエイム。下手。よし。なんかいる。すげえ水、配信だと見づらいと思うんですけど、ここになんかいますね。こだまちゃんが、おお、全然気づいてなかった。緑色に光ってるところ、こだまちゃんがいます。この下か。この下にこだまちゃんがいるっぽい。行くか。いたわ。ああ、北口さんの島普通でよかったです。昨日、青木瑠璃子さんのね、アイコンっていう番組で、集まれ動物の森の僕と、世界三大みよかわ、ね、ファミ通ドットコム編集長のみよかわさんの島をね、紹介したんですけど、青木さんの島も紹介しましたけど、僕の島はただただ普通です。おー。何？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 あれか。そっから大砲みたいに乗ってきてんだよな。よし。人間のキャラはね、こんな感じでゴリ押しできるんでいいんですけど。あ、上にも侍大将がいる。あいつどうにかしたい。うわ、猫歩きの術が欲しいな、ここ。あっ、ちゃっ、いて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 。やばい、ほい。ああ、間違えた。いてえ、死ぬ。この裏で戦おう。あ、なるほど。なんか、俺があれですね。俺の攻撃が
大砲でひるんだところに刺さりましたね。うわー、犬だ、犬倒した。で、四季次郎、デカ四季次郎、いだだ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 、術使ってるか、全然減らねえ、妖怪技だな。普通に倒すぞ。猫歩きはそうですね、敵に気づかれないやつ。島開いてくれたら何かしらお供えします。なんか個人配信で何かしらやるかもしれません。こっちの道はなんだ、次にこっち行く、待って次にこっち行くのかな。なんか匂って道が分からない時がいて、お前いるんでねえのかよ。道順難しかったりするんですよね、ニオって。うわー、なんかこっちは来たことないところだ。でも小玉がいる、緑ミニマップの緑が小玉です。収集要素間違えた、毒の罠を置いた、ほい外す、毒手裏剣を外していく。はい、あー、おなら臭い状態になってしまう。おなら臭い状態だと回復アイテム使うときにものすごい隙が出ます。よし、あ、そう、個人チャン配信チャンネルの配信者が登録者が激増したのはうちの平翔平さんがファミ通チャンネル配信で宣伝してくれたらしいからです。ありがとうございます。あ、これあれじゃん、これ1の時にもあったなんか臭い樽じゃん。こっちあってっかな、あ、小玉ちゃんいたわ、ここだった。こんにちは、匂います。そうそう、夜中に翔平さんが増やしてくれたんですよね。動物の森のマイルをよこせって言われたんで、マイル旅行券をあげますと言っておきましたが、ん？ん？ああ、後ろか。なんか上？ミニマップで金色の、おお、ここだった。この子は須玉ちゃんといって、その小玉の、まあ、ちょっと悪いやつなんですけど、いいアイテムくれますね。なんで、いらない防具とかをあげて、トンボ切りでもあげるか。使わねえし、これ。そうすると、なんか、レアなアイテムくれたり、北口さんいつも見てます。それ、バサラさんでしょ。テレワーク中のバサラ佐藤さんですよ。元週刊ファミ通で、現ファミ通アップの。大土はいらねえなあ。昔は斧使ってましたけどね、ワンの時は。えっ、お前このゼロ距離で刀を振る、あ、そう、メラルみたいなもんです。そうか、正面から来るとこうなってたのね。なんで、あー、やっぱ上あるわ。これどっから行くんだ。ん？あー、こっちだ。でもこっちはこっちで順路であるよな。気づかれた。わー、あいつだ。
なんだっけ、この、この敵。なんとか鬼。あれだよね、薙刀鎌使ってるんだったら、この斬新っていう、この行動の時に構えを変えると、こうやって、シャシャンってやると、できなくなってきた。気力の回復が多くなるんですよね。なんで、本当はこれをやった方がいい。よし。あ、容器か。ありがとうございます。結局でも上はどっから行くんだ。こっちか。そう、ルテンをね、やった方がいいんですけど、どうもね、流れの中でやるの忘れちゃうんですよね。サボっちゃう。いやー、失敗した。気づかれないとこから銃で撃ち上がったのに。いっぱい来てるよ。あ、ちょっと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 。術、間違えた。あ、あいつ、まだ生きてんの？雷状態なんで動きが遅くなってましたね。目の前に侍大将がいるので、あいつをやります。さっきの地下の道とこの地上の道どっちなんだ？どっちが正しい？うえ。おかしいだろ、これ。ミサイル飛んできてっけど。ここも、ただ裏道から行った方がいいんか。痛い。痛い。死んでしまいます。裏道から行くか。多分裏道が向こうなんでしょう。今ね、やべえだろ。ミサイルだったよ、形が。この1570何年に。技術が進みすぎだろ。本当にマップ複雑。あ、そうなんだ。これ、どっかの初等科か、これ。これなんか初等科だな。これ一番最初のとこか？あ、なるほど。一番最初のとこからの初等科を上げたんですね、これは。はーん、はーん。お、びっくりした。絶対なんかあると思って、絶対なんかあると思って待っといたのが良かったよ。学んでんだ俺は、今までの二王生活で。ああ、びっくりした。ビクッてした。で、ここもなんか初等科なんだな。これは後から開けるんだ。だからここが初等科エリアになってんだな。ってことは、次は普通に正面から行かなきゃいけないのか？北さんいつも見てましたからさ。あなたは俺の登録者数を増やしてくれた兵将兵さんでしょ？ありがとうございます。いつも見てます、俺も。兵将兵チューブ。みんなも見てね。兵将兵チューブ。あと昨日、アミツーチャンネルの方ですけど、うちの、片田くん、片田ヒカルと、藤川球が、テレワークで雑談配信しましたんで、そちらもぜひご覧になっていただければと。おほえおい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 。ウェイウェイウェイ。ウェイウェイウェイ。この建物の家の陰で、侍を倒したい。怖っ。どこの敵に気づかれたの俺は。頭を出したらやられる。怖い。
あそこから飛んできてる。うお、こっちの家の中に逃げ込んで敵がいる。はい。なぎなた釜使ってる人いますか？このさ、当て身って使ってます？これね、当て身なんですけど。うわ、犬。そこにもいた。術を封印されていく。死んだ。よし。使ってない。使いづらい印象。そうですよね。いらない。なんかね、使いづらいよね。判定がいまいちよくわからんというか。道的にはこっちも行ける。こっちも行けて、こっちが常闇。なるほど。こんにちは。そうですね。この当て身、シビアですよね。なんか、俺もうまくいかなくて、なんで使ってないんですけど、使ってる人いるのかなって聞きたかった。安心と信頼の猿鬼の技だったのに。硬っ。右になんかいる。うわー、いつだ。これでしょ。骸骨兵。でか骸骨兵の方だった、しかも。こいつなー。気をつけないと一撃させられる、今ので。気をつけたい。よし。2等のカウンター強い。2等と比べると使えない。あー。二刀は強いんだ。なんか俺昔はあれ使ってましたよね。刀使ってたんで、刀の受け流して、なんか、背後、敵の背後を突くやつ。あれ、ナーフされるまでめちゃくちゃ使ってて、剣豪を倒すので。うおー、アイラか。離れよ。出れる。よし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 。消えた。これでも毒にしたから、減ってね、毒。毒解除されとるやん。毒になった。よし、おっとこ、毒で。次はこれ、巻き虫。よしよしよし、動き遅くなったでしょ。よし。で、相手が妖力がないんで、猿鬼の技潜ってくる。ドン。もう一回巻き菱いって、火力高えな。痛い、死ぬ、痛くないよ、危ない。おほほほほほほほ。はい、これに突っ込む。はい。よし。バイラマジ怖え。火力がすげえだけ。でかいオノマンくるくるがむちゃくちゃ怖い。わかります。配信概要に北口さんツイッター入れるべき。そんなに自己主張していく？でかいムクロムシャと濡れ女。濡れ女一番嫌ですね。濡れ女大っ嫌い。
バサラさんと確かに おかしいでしょ、この2人。いかにもなんか YouTube っぽいやり取りをしてる。これ、ここで終わり？で、宝箱を取るだけ？ん？ そうなのか？そうか。やっぱ毒が強いよな、人形は。んで、あそこだ。あそこ、あそこをどうにかしたいんだけど。あいつ鉄砲か。あいつ鉄砲か。鉄砲のやつもどうにかしたいんだけど。いたー！微妙に容量削らなかったな、あんまり。今回はちゃんとルテンやった。ルテン2回やった。児玉ちゃんがいます。おきくりこのアイコンなのでおなじみの有名プロデューサー。 アイコンはでも三岡さん、いったー、三岡さんがもともとやってたやつだからな。おい、あ、謎の技使っちまった。このさ、技もさ、全然使わないんだよね。違うな。上段だっけ、これ。上段でガードしながら体位を入れ替える技。ワイも見てるで。 なんなの？デデオさんも来た。ファミ通チューブの俺たちの明らかでおなじみのデデオさんも来たじゃん。みんな大好きなの。やっぱり、雷が一番じゃないですか。ああ、雷はね、まあ、なんか問答無用で強い感ありますね。状態上の中では。で、こっから地下に行くんか？お、でか式次郎。何？どこの何？あ、そこ。よし。あ、ルテンすげえ回復するね、気力。今見てました？ちゃんとやったんだけど、今。なんか今、伝わったかな？ほぼ全開したよね。上武器はあんまり使ってない感じですか？今は使ってないですね。いいのがないんで。上武器あったら使いたいっす。このデカ式ヒーローもさ、たまにワンパンされるからマジで怖いんだよな。最強！おかしいでしょ。なんなんだ。わかんないな、これ。上からと下からどっちでもいいんか。で、気づいたら、大砲撃ってくるやつを倒してた。これ、どっちがいいんだ？移動速度プラス100%強そう。これは配信号ですわ。うわ、危ねえよ。火薬式次郎いる。あれ超危ねえじゃん、あいつ。火薬だけ壊した俺。間違えた。 できなかった、ルテンが。ただ2回切り替えただけの人になってしまった。そうより妖怪武器の方が便利。あ、そう、どっちだろう。なんか上武器も便利だけど、あ、どっちか強い方使うって感じですかね。これは家の中は入れない。入れない。
入れないね。正面からと地下からどっち行くんだ。こういう時に仁王だと地下からっていうのが常道なんですが。あれ地下ってどっから行くの？待ってください。自宅でもシャワーできるんですか？できるよ。ほんとね、動物の森の実況をね、シャアの声でやろうと思ってね、アクシズトっていう名前にしたんですけど、僕。やってない。あー、また、うんこの人がいる。あ、ここ外側開けるようだな。ちょっと待って。そっちに気づかれた。最悪だ。死ぬ。びっくりした。回復アイテム使えないでよ。いてー、死ぬ死に死にます。うおー、なんでなんでなんで、これ使おう、妖怪化。危ねえ。全然当たってない攻撃。切れる妖怪化が。なんか残したか、妖怪化で。いってー。最悪じゃん、これ。最悪じゃん、これ。ちょっと待って。一回逃げるか。よしよしよし。いってー。死ぬ。死んだわ。今、なんで気づかれた？ムカつくわ。ちょっと待って、精霊のろうそくで呼ぶか。アムリタを回収しましょう。妖怪は武器はいらない魂の継承とかついてると。なるほど。魂合わせで武器に付与できる。ムカつくわ。ダッシュで駆け抜けますよ。まずここの書とかを開けました。あれ？ほい。で、ここダッシュ、門のとこ行く。で、家の裏側入ったんでね。犬だけ倒して、どこだっけ？行った！よっ！ダッシュするのにも一苦労です。戻ってきた気がする。なんか追ってきてるやつがちょっといる？おお。帰った。初見です。ありがとうございます。ぜひ、ご覧になっていただいて、チャンネル登録していただければと思います。てか、だからどこのやつがさ、アクティブになったんだよ、今。変なとこから来たんだよな。あの上のやつか？わっきわかんねえ。この狭い中で、2台移動じゃきついだろ、さすがに。ここは通せない、安定。なるほど。いつか。行って。なんか巡回してるやつがいるんだ。やべえだろ。一回逃げましょう。よし。あいつら毒だから。全然減らねえな。毒あんま効いてねえな。武器レベル上げ、同じレア度じゃないとダメなんだ、今回。帰ったな、よし。
無視はね、無視はしたくないですね。無視はし、し同時。あっ、死な。くわ。あ、しかも当たんねえし。おお。あ、痛え。あ、これまた死ぬよ。い、あっ。攻めんだよ。攻めんだよ、ここが。よし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 。あ、投げを食らって、あー、最悪。見えない、見えない。あ、最悪これ。あー、中断弱ね、確かに。もう一回。あそこ何が気づかれてんだ。なんで横から来るんだ。そこ、そこがポイントです。あー、ヤトガミ、ヤトガミでバンバカバンバ押す。ガード気力軽装だからな。1周目なんであんまり装備もね厳選できないから。大丈夫大丈夫、できるよ。はい、帰ってきました。で、さっき、あいつだよ、あいつ。あいつ。こいつ。で、上にもいるから、3体を1体ずつ倒さなきゃいけないんだな。右のやつとだけ戦いたい、まず。だけど来てくんねえな。来てくれた。うわー、毒になんねえし、最悪。あ、臭い状態になっちゃうし。よし、一体一体ならそんなでもないな。罠置いて、はい、はい、よし。で、あの上のやつ最後。は当たるのか。はい、この狭いとこ来る必要なかったな。
あし。一体ならね。一体なら、どうとでもなるのです。この上はどうやっていくんでしょう。から回り込むか。陰陽師のいいはずだ。陰陽師ポイント上がります。嬉しい。忍者スキルも上がったので、ついに来ました。ついに来ました、変わり身です。変わり身強いよな。変わり身強いから。ってことは忍術ポイントを上げたいんだよな。陰陽スキルは何取ったらいいか分かんねえから、しばらく寝かしておきます。で、こっちに、ういー、ああ、2発自動使用のオプションありますよね。つけた方がいいのかな。いった。よう、見えた。お前、この野郎。俺の命を取りに来ようとしやがって。どっからできたの？どっから湧いた？どっから湧いてる？わからない。またですか、あなた。あい、おいおい、俺は仁王で学んだんだじゃねえじゃねえかよ。ああいう背中向けてるやつの後ろには危ねえやつがいるって言ってただろ。やらしいな。いいで。うんこ状態になってる。いった。今の入らないの？いった。よし。で、こっち行って、これいいもんなのかな。この原木なんだ。製造用アイテムか。なんかもうちょっと前方にミニマップ敵が見えます。この卵、卵あると雲出てくるんだっけ。なんか前作もそうだったな。これはなんかいる？いません。いませんか？ここの位置は何ですか？あいやー、今回一般兵のやつも追い詰めるとね、大技使ってくるから。 走る。生きてんのお前。これどういう状況？行った。
なんかこれこっちから来るルートですよね、これ。俺、何のために来たんだろう、俺。こっちから来るルートをわざと開けたんだよね、俺、多分ね。そうだよね。くそ、何のために。まあ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 、うおー、痛い、死ぬ、いった、どこどこ、あれだ、う、動き、あ、歩きめっちゃ速、あ、うー、外していく、あ、はい、よし、あ、弓のいいやつ取った、交換したい。なんか後ろに来てるけど、あ、容器が来てた。あ、威圧。なるほど、威圧を取るために来たってことか。そう言われると、なるほど、確かに。撃てるじゃん、これ。なるほど。なるほどじゃねえよ。なんかアイテムがありますっていう表示が出てるんだけど、どこだろう。ここか。なるほど。こっちに変更。いやー、薬飲む必要なかったー。やっとくさ。どっち、ちょっと長い、長めだな。5000、5000だから3つ。いやー、どうしよう。忍かなー。なんか、あれ入れたいっすよね。せっかく、うつせみ取ったから、うつせみ入れたいんだよなー。だがしかし、何外す？埋める毒をちょっと減らすか。2個。いやー、埋める毒も便利なんだけどなー。でも、包みよ。どこ？あ、代わりにか。代わりに術容量 6？ これはちょっとまだ入れられないな。もうちょっと忍術上げなきゃダメだ。大砲のギミックで障害物どかすみたいのがかなり先にある。へえ。もう入った瞬間じゃん。もう飛んできてるし。最悪。あ、よし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 。帰りたいんですけど。帰りたいんですけど。
やぶねえ、やぶねえっていうか、ミスった、ミスりましたよ。あれ？あ、いたです、出てきた。いた。ちょっと待って。よしよしよし。逮捕、逮捕で。逮捕で、逮捕で。あ、やった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 。はい、全然、うん、常闇から出ればね。あー、間違えた。なんで俺遠ざかったんだよ。痛い。これぐらい、よし。怖いよ。いや、あれちょっと、ブーパッ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 ポ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 ッ。スキャットマンも出ちゃうわ、俺も。スキャットマンジョンが分かる人はおじさんですからね。大好きですけど、僕は大好きです。こんにちは、プッチンプリンでしたね、そういえば。スキャットマンのおじさん。お、どうしようかな。忍術ポイントも上げたいけど、でも忍術ポイント上げてもなんか直接的な強さにつながらないなってさっきあげて思ったから、結局のところ、どっから来た。うわー、もう最悪だ。なんで燃えてんの。いや、俺も燃えてる。俺も燃えてた。登れ登れ。違う敵がいた。お、落ちて落下攻撃。あ、落下攻撃倒せなくなってる。目に攻撃力足りなくなってきたかな。で、取って、ここは何？ん？あー、こすりちゃんだ。インジュビルで区内投げまくるの。強くなかったっけ？そうそう、昔はね、区内マン強かったんですけど。別のこと見てて、スキャッと聞き逃した。別にいいじゃないですか。
どくせえ、なまはげがいる。こっちだってんのか道。どうすっかなあ、あいつクナイマン2でもある程度はいけたみたいな話聞くけど、うえ、弾なくなっていく、気づかれてない、しかも今死ねえな、下動きが止まったら毒手裏剣を投げる。あいつ察しがいいな。当たんねえわ毒手裏剣。落下攻撃したいけど落下するとうんこになるんだよな。うんこになる。うーん、2体いるのは嫌だな。2体いるのはこれ修羅場になりそうなんだよな。えっ、あー来ねえのか。来いよ来いよ。ほら、どうしようかな。一体だけ気づく方法、降りてみよう。いやー、うん、結局うんこになっちゃう。1体ずつなら落ちていっちまう。結局うんこになる。そして何もかも、あそこに危ない。おい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 、いって地味な攻撃を。わ、毒になってる。記念サポートサオリン動画から飛んできた。なぜ、よろしければぜひご覧になってください。あー、クモがいて、クモを倒してない。大立ちの説結果が火力が高い。大立ちマンなんだ今の流行りは。まあワンと違ってね、対人がないから別にどんな武器必要かろうが全然いいと思うんだけどね。ワンは対人の要素があったから、なんかあまりに強いビルドがあるとみたいな向きはちょっとあったかもしれないですけど。なんか最近全然子供を見てないんだけど、子供はどこなんだ。そしてここにナマハゲがいる。当たる。よし、いった。
一体死ぬ。倒した。この状況で生揚げ戦うのやっぱちょっとやだな。火力がすごい。この配信は、はしごは登っといてほしい。向こうのはしご？何があるんだよ。何があるんですか？はい。最悪だ。動き遅い。危ない。今さ、俺攻撃していったのにさ、攻撃していったじゃん俺。絶対なんかあると思って、だって敵いたしさ。クソが。お、あいつ何者？ハンラの男。敵であることは、クーモの戦略を渡す。ちっとばかし物足りぬ。え？たびたびすまぬ。え、クソ玉なの？たびたび、それは。あ、食うんだ。たびたびすまぬ。あ、高貴なクソ玉。また、はい。たびたびすまぬ。また。あ、ないや、クソ玉。へぇ。え、クソ玉集めてるやつなんかいた？え、どこ？なんかあんま覚えてないな。そっか。なんかいるな、敵が。この正面に。うわい、ここだった。ワンにいた。そうか、なんかいたような気もするな。こっちとそっち。2箇所ある。行き先が2箇所ある。どっちから行くのが正解なんだこれ。あー、なんか出口？ん？ここは？鳥居の裏？ん？鳥居の裏？あー、なるほど。これもまだ裏道なのか。つうことは江戸城の力を閉じ込められてですね、ワンのクソ玉もね、江戸城でしたからね。スネゴスリがいたとか。そうかそうか、だからこっちなんだな。つうこと、ことは言えてない。あ、で、ここの書とかが開くんだ。え、ここの書とかってでも今開ける意味、あー、あるね。そっか、後からクソ玉マンにクソ玉を渡しやすくするためにここの書とかを開けたのね。はあ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 、なるほど。あ、なるほど。これで、あ、これで生ハゲ倒すんだ。ギミックを全て無視してるけど俺。じゃあスネコスリがいたところに戻るか。戻って全然道上がらなくなったけど、こっち、ここ違う、ここ高台違う、
まっすぐ行って、城の中入るんか。ここすっと。なんもないもんな、もう。下は何？なんかいるな、敵。もくもくしてる。降りる。で、こっから俺は侵入したんか。穏やか、緩やかに円形だから報告が来る。現実だったらこんな声だめ地みたいなとこ歩きたくない？ そりゃそうです。FF14 でも下水道、14じゃない、FF7 でもね、下水道歩くシーンあったけど、地獄だよ、絶対あんな。うわー、またワイラだよ。またワイラだよ。ああ、狭い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 。はい、ミスりました。痛い。ワイラに毒がすげえ効いてんな。痛い。死ぬー死ぬー。はい、ミスる。あ、ミスったけど2発目で成功していく。はい、狭いとこのワイラはやめろ。こっち？なんか物がいっぱいある。敵はどこ？あいつ大丈夫、倒して。何もかも疑心暗鬼。バイオ利水下水道。RE3 下水道あるんですね。イエーイ、最悪だ。ああ、もう最悪。すぐ立ち上がらないから。もう。ロックオン策的。いや、もう何回テストにやられるんだよ、今日。奴隷のろうそく使っていこう。惜しむな、アイテムは。そう、なんか進んだようで意外と進んでないか。こっち行ってこっち行ってで、あ、下降りただけか。全然進んでねえな、そう考えると。ここで終わり、これだけだもんな。戻ってきました。朝礼のろうそく使う必要全然なかった。ひたちゃんさ、本当申し訳ないことでございます。あれ、うんこになってしまう。クソ定期。なんで切り替えられないの、武器が。はい。あ、ロックオン索敵、ありがとう。反則だろ。上に行く？上に行くのが正しいのか？なんかね、俺こういう時って回り道から探していきたいタイプなんですよね。何？ 何が？ああ、いたわ。
他のゲームでもそうなんですけど、なんか、はい、うんこがめんどくさすぎるんだよな。だから、うんこ対策の おい、おい、うんこ対策の装備とか、なんかいる、なんかいる。来てよ。よし。なんか強い敵がいますみたいなマークが出てんだけど、いや、またいるよ、鉄装。もうやだ。嫌いあの人。気づかれる。はい。来て。来て。危ないな。ってるよ。でも毒で死ぬんじゃない、これ。倒したらよし。ミニマップに映ってるのは城の上の方のアイテムとかがたくさん映ってんだな、きっと。で、これどっち？今んとこは、おそらく、あ、違うか。あ、児玉ちゃんいた。こっちもあるな。これも城の中だな。同じなのか、上がってくるのか、同じなのか。こっちから上がってくるかみたいな話。ああ、そうっぽい。なるほど。どっち回りでも来る方法は同じなのか。でかい蜘蛛いる、懐かしいな。あいつ、松永久秀ステージでいたよね。上にもいるんでしょ？上にもいるんでしょ？忘れたな。まきびし。あ、効かない？毒。わあ、全然。食らってくれた。毒は、でも、いて。ダメージあんま高いわけじゃないな、毒ダメージ。ごへえ。いて、ああ。動きが遅くなっていく。やったよし。クモは見た目は確かに嫌いだな。ん？このさ、薙刀の2発目さ、位置が高くて小グモに当たらないんだけど。なんだここは。
あからさまなエレベーターみたいな感じ出してくるけど特に関係はない。あ、死因で探る、確かにね、あの刀塚の死因で探るってのありますね。キモいっすよね。いらないなそれは。あ、そうだよね、全然武器見てなかったわ。なんかいいのないかな、なぎなたかも。あー、全然いいの拾ってない。ダメだ、滅脚が若干強いかなぐらいで。ソハヤ臭装備はなんかいいのがありますか。ないですね。ないな、全然拾ってねえな。なんだろう、ん、これはこっちの方が強そう。攻撃動作中のダメージマイナス 2.7%。 あ、でも眼鏡下がってる。あ、でも装束じゃなくて鎧じゃんこれ。あ、こんにちは。ダメだ、ソハヤ臭セットじゃなくなっちゃう。ソハヤ臭の装備はあれ、俺鎧と装束の今セットにしてんのか。そっか、防御力重視でそうしてんのか。でもそれ小そしたら鎧で育っ、あ、でも同じか、どっちにしろ同じだわ。で、あれってか俺そもそもさ、なんかあれだわ、なんか装備の重さが軽装じゃなくて中装になってる、なんで。この間やった時に気づかずにそうしたんだな、きっと。これソハヤ臭装束あった、近接攻撃で敵を倒す体力回復196、これ結構強いけど。でも妖怪への近接ダメージプラス 5.5%、防御力が下がるんだよな。でこれにするとなると小玉感知がなくなっちゃって、俺小玉感知がないと分かんねえから小玉感知のアイテムが必要です。こうするか。あ、重さ順ソートがいい、確かに。よし、これでいこう。ちょっとセクシーになったでしょ、見た目も。まあマリーローズちゃん風のキャラなんでおっぱいがないんですけど。そう、アイテム管理しとかないとね。武器は全然いらないからまた奉納しようか。全チェック、あ、あと小玉の加護やって、あ、やってるわ。キャラクター1で買いましょう。
バラクタイ全然使わねえんだもんな。で、ああ、一周目立てなし。なし、硬いもんね。俺、動き速いやつじゃないとダメなんだよな。おお、びっくりした。小玉ちゃんがいます。小玉ちゃんがいますよ。ここら辺の反対側からじゃないと開かない。こう回すわけではない。あら？ん？あれ、こんなとこに侍いた？さっき。いいよね、このスイング DDT。なぎなた鎌はね、人間相手の背後攻撃、スイング DDT なんですよね。かっこいい。痛い。クモまでいるじゃん。あ、神器ね。どっちにしろ、まだそういうのないからな、全然。これは？あれ、また地下だ。いねえし。なんだここ？扉の反対側からでも開かない？どこだ？ここはどこなの？あ？あ、なんか来たことないところだ。来たことないとこだ。いや、死ぬ。やめてくれ！あっ、ぶねえ。ぶねえよ、マジで。はい、死にます、これ。あ、生きてたわ。やい。 これね、こいつらの土壇場マジでやばいんだよね。なんかスーパーマンだし、あいつら。ちょっと強い、侍が死にかけると、あんな感じで最後大技を連発してくる。残ってよかったですね、マジで。危なかったっす。ん？違う、こっちから来たんだもんな。さあ、私の、私の、道が分からなくなるやつ、方向音痴が今も炸裂してます。あ、なるほどね。で、なるほどね。じゃねえじゃん。なるほどね。じゃねえじゃん。全然来たことねえで、これ。反対側からないと開かない。あ、どう、ええ生きてます。リモートを乗り切りましょう。とりあえずでもなんか大丈夫だった。あー、ナマハゲいる。隠れてる。とりあえずあいつからやろう。誰に気づかれた？
黙り気づくな。私は北口は元気にやっております。ちょっと待って、容器と生揚げ両方いるじゃん。最悪なんだけど。ちょっと待って。はい。あ、落ちてった。この下何？あ、なるほど。まあいいか。いった。ちょっとやめる。間違えたし、もう2回使っちゃったし。毒置く、毒置く。よし。今いて、重藤の弓の効果で攻撃力ダウンがついてるのでだいぶ楽です。あ、え、なんか今間違えて生ハゲの技に生ハゲの技を合わせる格好になったんですけど、なんかそれでもカウンターした。妖怪技でもカウンターできるんだ、知らなかった。あ、なんか容器が落ちてった。ミス妖怪技なんかね、あー、どれだ、待って、どれだ、どれだ、あー、もう、いや、絶対そうなると思ったんだよ。死ぬ、いやー、厄介、俺厄介。よし、毒、あー、落ちてしまう、最悪。あ、あー、もう最悪だこれ。あ、生揚げの誘拐技は敵の生揚げに募った。もうね、無事なマジで最悪だよこれ。で、今仕掛けを動かしてしまったんだよな。どっから行くんだこれ。完全に今のは北ちゃんさですけど、今のちなみになんだ？あいつはね、動作を真似するといいんですけど、だんだん多くなってくると選択肢が増えて難しいんですよね。どれ？威嚇？違うな。さあ来い。これか。間違えたわ。こっちから上がって、
外が空いてる、外が空いてる、外が空いてるで、俺が死んだのはここじゃない。ここ空いてない。下に一回落ちないとダメ？いや、そんなことないよな。さっきの容器だ。俺あっちの部屋に来てんだよ。あ、なるほど。あ、こっち側は同じだ。間違えた。こっち側は来なくていい。モーションも入れ替えて、あ、入れ替えられるのこれ。うおー、反対側からじゃないと開かない。でもここに戻ってきた。まず、あ、違う、侵入角度が違うのかこれ。階段が2個あんだ。で、向こうまで行かなきゃいけないの？これ。あ、むしろまだ下がある。あ、高貴なクソ玉だ。クソ玉マン。渡せるわ。逆に登るとかあります。なるほど。これはどこですか、僕は。僕は今どこにいますか。これどこに来たの。あー、なるほど。ここから上がって雲いるとこだね。で、階段上がって、あ、容器のとこだ。ん？この容器、俺がさっき倒し損ねた一体は。もう集中力がない。いやー、なんかダメだな。ほい、危なっ。おー、なんかまた違うとこに来てる俺。あ、でもこれさっきの無人なんだよ。これまた無人なんでしょうか。落ちる場所によっては温泉行ける。まただよ。あ、ここの書とか分け損ねたんだ俺。バック中。あ、バック転か。よし。ねえ。このエリアに温泉がある。とりあえず、ここの書とかを開けて。よーし、よしよし。んで？おだまちゃんがいますね。ここも書とか開ける。あ、三本線だから無事ないる。口笛吹けばダメージ食らない。俺前作もやってんのになんで知らないんだろう。そんなことが。これ何？
ああ、火の力を借りるもの。あの雲を倒すためのやつか。ぐるぐる回す機械を探してるんですね。ああ、そうそう、ん？あそこが？違うな。あ、ん？あ、違うわ。見えてる。通り過ぎた。マジで。待ってください。通り過ぎたってことはこの辺か？あ、これだ。はい。これで向こうに行けるようになる。で、向こうに行くためにまた降りろっていう話なんだよね、きっとね。一回下降りて違うとこの階段登れよっていうことだよね。で、その違うとこの階段っていうのがこの階段で、で、そうするとここつながって、え、なんか児玉が今どっかにいたぞ。待て。あそこにいる、あそこに。これね、遠くから見るとポリゴンの助で見えるっていうね、技。ええー、児玉ちゃん全部じゃない。ここにいる。上の階か。なんか上の階なのかな？これでもこれも上もボスじゃねえの？これ違うの？あ、ボスじゃないな、まだ。いや、ボスだったわ。え、ちょっと待って、え？どこだよ、こだま。下？どこだ？あ、温泉あった。あー、ここだ。さっき言った温泉ってこれか。ありがとうございます。貴重なサービスカット。はい、以上です。今でよかったのか。まあいいか。荒くり起動するときに地形が若干変化する。ああ。お。温泉効果で。なんか微妙に取ってないアイテムとかがあるっぽいけど、まあ、こだま全部取ってるからいいか。じゃあ、ボス行きますか。浅井長政。どこ？ こっちじゃない。こっちへ。
げえな、この面、1時間、2時間45分かかったな。さあ、来ました。よっ。行きましょう。いざ鎌倉。で。救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直隆を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。え、いきなりお前妖怪なの？あ、じゃ。わ、ドクラン。で、置くか。お供え。よし。毒にはなります。いったー。それお前、明智仕込みか。違う、明智じゃないや。え、なんだっけ。3発目に投げのパターン。痛いよ。明智じゃねえや。なんだっけ、あの、ワンの、石田三成か。これはモーの方がやりやすいパターンか。カウンター。痛い。なるほど。痛い。うわー、毒短いんですか。これ取れるのか、あれ。陣では取れないか。もうでやろうかな。いった。これもうでやった方が簡単じゃないの、きっと。と読む。いとまがありません。あ、痛いです。あ、その月があるんだ。初家と長政若干弱く調整された。あ、そうなんだ。勝家、強かったかな。あ、守護霊呼び戻さないと。あれじゃん。また奨励のろうそく使うか。何個使うんだよ。これ、モーの方がやりやすそう。どう？違う。で赤の方がいいな。もうで赤は送り犬。なまはげと猿鬼。おお、敵感知。光っていらんけど。お気に入り登録する。なるほど。こんな技が。
黒木さんの影響、なぜ。はい、ちょっと奥になる。あ、なるほど、それパリなんだ、その盾。あ、そうか、俺ジンなじゃないんで、ジンじゃねえんで。もう赤見えた瞬間に押せ。いった、あ、武器が切り替わらん。これ上から来る攻撃はさ、何これ何、いった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 死ぬー。ああれか、落明時の妖怪化か、前作の不死鳥効果だ。いい、死ぬわー。はい、あ、症例を気に入ると確かにそうですね。うーん、いや、これ上から来る攻撃とかがあるんだったら陣のがやりやすいな。そっか、まあいいか。ちょっとこのまま行ってみましょう。あ、サブ守護霊装備 してない、忘れてた。さっきはしてましたよ、今はね忘れてました。してないっす。痛い、おいで。はい、撃ててねえし。痛い、投げ食らっていく。そうなんですよね、空中のは陣でカウンター取りゃいいだけだから。久々に苦戦してるボスで、頑張ろう。大丈夫、やめて、やめてください。よかった、見つけられた。あー、三発目投げ、いい。うん、たた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 た、ちょっと待って、今ノーカウンターですか。いてーくっ、ノーカウンターですねこれ。あー、ちょっと待って。うわ。ブーン、反応できなくなってる。
ドウーンに反応できないよ。あードウーン、はいはい、痛いです、痛いです、はい、俺もクロキさんみたいなタラオになってきた。いつドウーンに反応できないじゃん、もう。あ、生ハゲの技で削れ、生ハゲの技で削れ、なんか隙を、ドウーン、あ、そのパターン、おお、お前、よーし、はい、ヨールゲーリがなくなって、いつ、はい、はい、はい、痛い、よし、毒になったぞ、やつは、はい、やぶないよ。あっ、え、今カウンター取れなかったですか。痛い、死ぬ。最後なのに痛い。はい、え、しまんねえな。よし、一と過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。募った深い悩みは心に隙を作る。兄上が作る世には光がある。その輝かしい世に愛するものだけは残したい。急がんと、火が。最後のお別れをする暇間をください。
はい。まあ、ということで、ちょっとね、浅井長政と、ね、織田信長捨てお市の関係っていうのは、なかなかにちょっと悲しいものがありまして、浅井長政、お市はこの後、歴史では、浅井長政と死に別れて、柴田勝家のところに嫁ぐと。いうストーリーになるわけですね。サブミッションがいくつか追加されてますが、これは次回かな。ちょうど2時間ですからね。あれだけ上げて、最後能力だけ上げて終わりましょうか。ね、長政の中の人、興津さん、和之さんですか？二大津ですごいキャラクリしてた。へえ。そんな変なの作ってたってこと？興津さんもね、ゲーム好きで、スタジオエドフミーで実況やったりしてたよね。今もしてるか。うん、あ、いいもんあるかな。ねえな。いや、ありがとうございました。なんかすげえ時間かかったな。ここなんか中盤の山場感すごかったですね。でもこの後本能寺とかがあるんだもんな。はい。では、ご視聴ありがとうございました。明日もなんかやれそうな気はしておりますが、ちょっと、週刊ファミ通のツイッターとか、あとはファミ通チューブの更新情報とかでですね、告知させていただきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。